鶏のマレンゴ風は、ニンニク、トマトと共に、油でソテーした鶏肉に、目玉焼きやザリガニを添えたフランス料理である。鶏のプロバンス風と似ているが、これには、鶏のマレンゴ風の伝統的な具材でありながら、省略される場合が多い卵とザリガニが加わる。1800年6月に、ナポレオン・ボナパルトが勝利した、マレンゴの戦いにちなんで名付けられた。俗説では、この料理は、 ナポレオンがアレッサンドリア南部のマレンゴでオーストリア軍を倒した後に最初に作られたと言われている。この時補給の断裂が非常に遠くにあったためシェフのデュナンは食材を求めて街で挑発し集めることのできた食材からこの料理を作った。この俗説によるとナポレオンはこの料理を機に入り毎回の戦いの後に作らせた。デュナンは後に 十分な食材を得られるようになり、ザリガニの代わりにキノコを加え、ワインも加えたが、ナポレオンは変化が悪運を招くと信じて、これを拒否した。しかし、アラン・デビットソンは、当時はトマトは手に入らないはずであり、最初に刊行されたレシピには入っていなかったことから、これは俗説に過ぎないとした。より確からしい起源の説明は、あるレストランのシェフが、 ナポレオンの勝利を記念して作ったというものである。鶏肉ではなく甲子肉やウサギの肉を使った派生料理がある。ありがとうございます。